さあ、今日のカーステイはですね、オヨのホテルです。違います。オヨホテルを通り過ぎて、この先にあるマリーナですね。名前は野村マリーナというところです。ここです。非常に入り口が狭いです。ハイエースワイド超ギリです。ハイエースワイドよりでかい車の人はご利用になれません。で、これだ。ここです。はい、見てください。のさて、ちょっとわかりにくいと思いますが、ここがカーステイの村マリーナ。夜はね、こんな雰囲気。悪くないです。カーステイ。さあ、今回のカーステイ、こういう場所ですね。野村マリーナ。マリーナの中にございます。ロケーションとしては、僕の中ではかなりお気に入りです。さて、後ろにですね、まず自由に使える水道はこちらです。それからゴミ箱。このようにゴミ箱用意されてますので、きちんと分別して捨ててください。そしてトイレ。トイレこちらになっております。覗いてみましょう。ウォシュレット付きのトイレ。まあ中は綺麗で使いやすいです。悪くないです。これね、ちょっと問題点があって、多分カーステイするポイントは、この船の真ん前なんじゃないかなって思うんですけども、ご覧の通りですね、ものすごい傾斜がついてしまっているので、車を水平に止めることができないんですね。ここがちょっと一つ問題点かなという感じはしますが、まあ僕的にはこのロケーションですね。やはり目が覚めてすぐマリーナの目の前っていうのはね、すごい激レアで気に入ってます。船が到着したみたいです。おはようございます。一応ね、2階にデッキなんかがあるので行ってみましょうか。なかなかクラシックな作りのマリーナです。こんな感じです。やってきました。デッキはこのようになっております。踏み抜かないように気をつけながら。はい、こんなね、湾の中ですね。たくさんの船が止まっています。そして私たちはここのスペースを使わせていただいてます。これカーステイ史上なかなか激レアなスポットなんじゃないでしょうかね。キャプテン、見渡しがいいですね。野村マリーナ天然パーマ激おすすめカーステイスポット。危なっかしい包丁使いなんでしょうか。見ててドキドキしますが、ここは頑張ってやってもらいましょう。ああ、なるほど。2種類のチキンを入れるんですね。はい。完成しました。今朝の朝ごはん、母ちゃんがご飯を作ってくれました。今日はコンビニパンではありません。はい、いただきます。なかなかいいスポットでした。うん、うん、私たちも車中泊歴20年マリーナの中に泊まったのは初めてです。悪くない。That father is 10 and permed!